リップル裁判。リップルと SEC の裁判の,のですね、更新がありましたと。確かにちょこちょこニュースがありましたけど、どの更新を指しているかはちょっとわかんなかったんですが、その更新に対して SN、SNS でですね、いろいろ議論されているのが、判決が出るのは来年、いわゆる2024年じゃないかというようなコメントがあると。で、これは間違いないのでしょうかというご質問ですね。まあ、多分あの SN、SNS 上での噂になりますので、たくさんの人がね、そういうふうに言ってるように見えるかもしれませんけど、実は伊藤はですね、2024 4年に決着がつくくようなな、えー、コメントを拾えなくてですね多分検索の仕方が違うから得られた情報も違うと思うんですけども SNS 上がもう2024年だって一色になってるわけではないとは思います、はい、伊藤さんの配信いつも見てますが伊藤さんはそろそろ裁判の結果出ると予想していたのを思い出して、えー、意見を聞きたいですということですね今もお話しした通りですね特に意見変わってないですで、えー、と裁判の更新っていうのは色々あるわけですねな何か出せって言った提出物が出せなくなったりとか裁判 書が仲裁に立ってで、すねそれぞれぞの主張に対ししてててて結論どどんんんバシバシシ出してってくれてるんで一応更新はあるわけでですよでその更新に対して、なんか、すごいクリティカルなものが出ちゃって、えー、これは絶対にもうあと半年間はビクともしないだろう、みたいなものはないというふうに認識してますので、これはですね、リップル社も SEC も、あと裁判所もですね、早く終わらせたいなっていうような案件だと思うので、今のところ僕は今年中に終わるっていうのは思ってます。 で、もしもというところで追加でいただきまして、もしも裁判が来年までなるという場合は、和解という選択肢はないという見解が多いのですが、どうでしょうかってことですね。まあ、いわゆる、和解がないっていうのは泥沼なんですよね <laughs>。その、和解をするっていうのは、その、まあ、パーセンテージですよ。要はその、どっちの主張も分かると。ね、主張に対して意味があると。 要は0対10にはならないので、えー、割合を決めてで和解しましょうっていうのが、まあ、結構一般的な裁判でもですね、和解を進められる、あの和解で終わるということが多いんですけども、和解をしないっていう判断になった場合は、ですね、当然これは泥沼化して、ですね、確実にどっちかがダメージを受けるまでずっとやり続けるわけですね。で、このダメージを受けるまでどっちかやり続けるって、方や国と片やリップル社ですからね、世の中にあ及ぼす影響力がでかすぎるんですよ、和解しないっていうのは。なので、 さすがに大人の対応というか常識的に考えて、例えば、利害関係者もいっぱいいる中で、説得とか含めてですね、和解でしょっていう感じは意図的にはします。感情が入ってくると、なんでね、SEC がこんな言いがかりしてきたのに和解しないといけないんだ、みたいな形になると思うんですが、まあ感情抜きでですね、こういったものはやっていくんじゃないかなと思います。まあ特にアメリカはね、こういうの得意なはずなので、えー、期待しましょう。和解に期待しましょう。はい。和解しなかったら結構な影響力があります。はい。 これ個人的なあの、まあ、ご意見をいただきまして、リップルホルダーにとって、えー、今回の内容はかなり痛いですよねと、で自分も現状でかなり含み損でもうパニックになっていてわからないですという形なんですけども、もちろんですね、仮にですよ、もう来年だっていうのを確定したら、かなりあの影響は大きいですね、た、まあ、多分来年だっていう風なのが本当に明確になってまで、ガチ放をする人はちょっと少ないかもしれないですね。要は 国が勝つかリップルが勝つかっていう風になった時にリップルが勝ちますっていう人はガチをすると思うんですけども国が負けるって大丈夫っていう部分もあるわけですね負けられるのかな SEC みたいなところもあるわけでこういったものの落とし所が和解っていう話なので本当に和解がないんであれば結構な責任問題に発生するのでそれが明確になった時はリップルのホルダーさんもちょっと悪力が弱まってしまうかもしれないですねただそういうニュース見てないので <laughs> ちょっとどのニュースなのかはあれですけども今のところそこまでな問題ではないかなと個人的には思います